パルティセトは、愛知県瀬戸市坂江町45にある複合施設。施設名は、公募によるものであり、パルティはフランス語のパルティールに由来している。建物の設計は、黒川岸を都市建築設計事務所、名鉄瀬戸線を終り瀬戸駅に隣接している。1997年には2005年日本国際、博覧会を、瀬戸市の会場の森で開催することが決定したため、 瀬戸市は、瀬戸、まるっと、ミュージアム構想を提唱し、市内の施設の近代化を計画した。尾張瀬戸駅は、大正時代に建設されて老朽化した駅舎を使用していたため、瀬戸市は10階建て以上の高層駅ビルへの建て替えを計画した。その後万博のメイン会場が、長久手町の愛知青少年公園に移ったため、駅ビルは6階建てに規模を縮小し、 万博の開幕約1ヶ月前となる2005年2月19日にパルティセトが開館した。パルティセトの開館前の2001年には、オ張リセト駅が移転して、駅舎も新築され、パルティセトと同時期には、セトグラが開館している。セト、マルット、ミュージアム構想では、パルティセト、駅舎の新築、セトグラなどの他に、等の道の整備、 幹線道路や瀬戸川の整備事業などが一体的に行われた。1.26階が商業施設、3から5階が公共施設の複合施設である。情報ライブラリーは瀬戸市立図書館の分室という位置づけである。ありがとうございます。